若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職してみたら、待遇いいし、社長も使い魔も可愛くて最高です。は、森田季節の日本のライトノベル。イラストは47アグドラゴン。小説家になろうで2016年11月から2019年11月にかけて連載。その後書籍化され、その後出水後期の作画によりコミカライズされている。 就職活動で連敗続きの魔法学校生徒のフランツはダメ元で 3K と酷評されている黒魔法業界の面接を受けに行く。しかし、訪れた職場は予想とは大違いのホワイト企業だった上に、フランツはそれまで生活に一切無関係だった黒魔法との相性が非常に良かったことが判明し、そのまま内定を獲得する。内定が取れないことをバカにしていた。 同級生たちを見返しつつ、魔法学校を無事に卒業したフランツは、使い魔のサキュバスと共に、犬児少女の社長の下で、社会人として働き始めるのであった。漫画アップで連載。2018年6月現在はガンガンオンライン、ニコニコ映画でも遅れ連載されている。もともと原作において、性的描写が多いという事情もあり、連載版では、 際どい描写については黒ベタで当該箇所を隠す承知が取られているが、単行本では黒コ苔が全て外されている。ありがとうございます。